エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴18年のべ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、やってまいりました。お便り、お便り、ニックネーム、ニックネーム、ニックネーム、ノージュル太郎さんではございません。稲川のおっさんさんでもございません。今回は、 えー、いただいたのは誰なのか誰なのかはい、ニックネーム、レノワハピネスさんからいただきました。まあ、最近ね、ノージル太郎さんと稲川のおっさんさんがね、このデッドヒートというかね、まあ、ノージル太郎さんがちょっとまあ、ちょっとぶち抜いてる部分もありますけど、ここに一席を投じていただきました。ありがとうございます。はい、えー、レノワハピネスさんからいただいたお便りを読み上げていきたいと思います。 吉田さん、おはようございます。いつも視聴者さんのいろんなお悩みを面白い切り口で回答されているので、毎朝楽しみに視聴しております。ありがとうございます。とは言いつつも、脳汁太郎さんか稲川の大沢さんが結構一色なんですけど。<laughs> はい、え先日、電車に乗っていたら事件が起こりまして、ある女性から左足を蹴り込まれて、ちょっとあざとかすり傷が残りました。じんと痛くて結構痺れて痛かったです。左足首をすりむいて、なんか災難でした。 というのも実は、私の地域には路面電車があるのですが、その日の当日、コムから奥,奥に行き、私の横にはそもそも椅子じゃない、運転手さんが出入りする開閉ドアの隣に,にちょいと年代高めなお姉さんなんだけど、やんちゃ気味な人が腰をかけ、さあ駅を着いたそうと、赤いに降りようと立ち上がったのか。ガシャンと、めっちゃ大きな音がし、私は蹴られて痛いけど、 物音に驚愕しちゃって、お姉さんがちょ,ちょいひっくり、帰り気味で心配ね大丈夫ですかと思わず自分はさておきお声をかけましたが、お姉さんは大丈夫ですと一言だけ言って何事もなかったようにサコラおりました。内心私は蹴られて痛いんですけど、と思いながらも、言ううに言えず痛みも我慢。はぁ、あ、何このとばっちり。 やるせなさでいっぱいでした。ぶつきにもない感情のやり場に困りましたが、そういえば、こういう時は森健さんの不思議研究所では、外王という、うん、外王と思えばいいんだなと、うん、自分を立て直しました。森健さんの研究所っていうのがあるらしいですね。えー、ちょっと感じもないんですけど、えっ、ー、と、短絡な、な,なんか、 してるすんだとと思うことはまあまあまあ多分その思い方受け取り方ですよね多分考え,考え方ですよね例えばもしこの先大きな事故やトラブルが起こる未来があったならちょっと自分が痛い思いをしたりえー、予兆の血を流したり先に自分がちょっとマイナス体験したら大惨事をまぐらまぐ逃れるそうですまあこれを概要っていうのかな ちょっと概要ってちょっとわかんないですけど。まあ多分、まあこういうことなのかな。これはな、何かの見そぎかもね、そう思うことにしました。吉谷さんはやり場のない感情をこれまでたくさんきっと経験してきたと思います。その時のマインドセットについてお伺いできればと思います。よろしくお願いします。ということで。うーん、まあこれはまあいっぱいありますね。いっぱいあっていろんな経験してきて僕が思うのが、多分ね、このマインドセットってなんかその、 その場をしのぐ、その場を受け流すみたいなマインドセットだと思うんですよ。うん、なんか、要は、なんか、まあ僕もありますよ。うん、なんか、僕のピンチはあなたのチャンスみたいな。<laughs> なんかさ、ピンチはチャンスみたいな。いや、ピンチの時にそれをチャンスにか、ピンチはチャンスなんだっていうその場をこって、こって切り替えるようなマインドセットなんですよね。なんだけど、それももちろんありますけども、もっと大きいくくりとしては、 ま、そもそも論として、そういうのがあるのが人生だよ、みたいな話で。で、相田三雄さんの言葉を借りるんだったら、相田三雄さんってね、うまいなと思うんですけど、なんかいろいろあるけど、それが人間だものみたいなね。人間だものみたいにまとめてるじゃないですか。ま、あれうめえなと思うんですけど。だから、なんか人生だものみたいなね。相田三雄風に言うならば、ま、こういうことがあることが人生だものっていうね。だからその、なんか大きく受け入れてしまうってことですね。なんかそれを、 切り替えるんじゃなくて、そもそも受け入れてしまう。なんかいろいろ勉強してきたんですけど、僕は人生ですげえ大事なことがあるとするならば、どれだけの数を受け入れられる、受け入れられるのかっていうのが結構すげえ重要だと思うんですよ。ただこの受け入れ方を間違えるとうつ病になるんで <laughs>。 注意は必要なんですけど、要は受け入れる。なんかそのネットビジネス風で言うならば、なんか人のせいにするなみたいな、よくあるじゃないですか。自己責任だ、みたいな。うん。なんかその、ほとんどの人って反発するんですよね。例えば、まあ、会社のせいとか、社会のせいとか、政治家のせいとか、うん、人のせいとか。で、そうやって反発するんですよ。で、その反発からは、やっぱその思考停止するし、成長がないんですよね。 受け入れられないから、反発するから、俺は正しい、俺は間違ってない、みたいな。そう、その、俺は間違ってないところからの学びって難しくないですか私は間違ってない、俺は間違ってないっていうところからの学びっていうのはあんまり得られないんですよね。だから、受け入れるっていうところが結構大事かなと思いますね。要は、学ぶってところですね。そこからなんか、どれだけ受け入れて、どっから、どれだけその、前、なんだろうな、学べるのかっていう。 で、その学びを通り越すと、なんかもはやもう、ふーんみたいな。うん。ふーんみたいな。な、なんすかね。なんか虫が止まったみたいな。な、なん、なんてちょっとね、言葉でうまく表現できないんですけど、多分第一ステージとしては、なんかその、そ、そ、それを学びに変えるっていうのが第一ステージだと思うんですよ。で、第二ステージっていうのが、多分うーん、それが当たり前になるというかね。 それが当たり前になる。で、第三ステージは、なんか、うん、それが、テ灯虫が止まったみたいな。うん、なんか <laughs>、ちょっと言葉でうまく説明できないな。なんかその、もはや学びとか、それが意識とか、な、なんだろう、ね、そこのもっと上の話で、なんか手に、まあ、実際痛いんですよ。痛いんだからしょうがないんだけど、蹴られて痛いんだけど、なんかその、 腕にテントウムシ止まったみたいなレベルになってくるって話ですね。うん。あ、テントウムシ止まったな、みたいな。<laughs> あ、テントウムシさん、こんにちは、みたいな。あ、なんかこ、まあ、その痛いからね、それをそう、そういう感じで、その、受け取るのは非常に難しいんだけども、こんにちは、みたいな感じですね。<laughs> あ、ざーす、みたいな。あ、どうも、みたいな。そう。<laughs> まあちょっとこれ言葉でうまく表現できないのはまだまだ甘いですね僕も。そうでもなんかその、なんかイメージとしては痛いけども、それをオーガしていくと、なんか点灯虫が腕に止まったみたいな。うん。なんだろうな、なんかその虫が嫌いな人っているじゃないですか僕も虫苦手ですけど、まあこれは無理だなすいません僕も心狭いんであれなんですけど、例えばゴキブリって受け入れるの難しいじゃないですか。<laughs> ちょっとすみません、ゴキブリ受け入れるの難しいな。<laughs> なんかゴキ、ちょっとこれ、ちょっと朝から申し訳ないですけど、なんかそのゴキブリが腕にこう止まった時に、わーってなって、うわーってなって、多分否定すると思うんですよ。でバーンみたいな。でもなんか神の領域行くと、あ、命だな。お前も生きてるんだな、みたいなね。<laughs> まあでもゴキブリは無理だな。すみません。申し訳ない。<laughs> 言っときながらちょっと無理ですね。 例え話がちょっと強烈すぎるな。テントウムシだったらどうですかね虫が嫌いでもまあテントウムシぐらいだったらどうなのかなみたいな。うん。そう。でもなんかその虫って、テントウムシとかも多分、顕微鏡で見るとグロテスクだと思うんですよね。多分。<laughs> うん。なんか足、なんかその、ゲジゲジとかも気持ち悪いじゃないですか。なんかすげえ気持ち悪いですよね。そう。すいません、朝から。<laughs> でもなんかその、 まあ本当に大きいくくりで受け入れられると、まあ全部命なんですよね。生命なんで。なんかそういうなんか受け入れるっていうことができると、なんかそこに、なんだろうな、なんかその学ぶ、学ぶ、学ぶという、あ、そうだ、多分これで、これですね。学ぶんじゃなくて感じるってことですね。だからステージとしては、最初のステージはそ、そこから学べるか学べないかで、次のステージはそこから感じれるか感じれないかだと思うんですね。 うん、どう感じるのかっていう。多分こ、言葉にするとそ,そんな感じですかね。だからそれを、その、ゴキブリ気持ち悪いっていう風なじゃなくて、生命として大きい命として、それも一つの命なんだなっていうような捉え方ができるかどうかっていう。でもすいません、ゴキブリは無理です。<laughs> 申し訳ないこんなこと言うなげな、ゴキブリをそういう捉え方はできない小さい男で申し訳ない。<laughs> いや、ゴキブリ無理っすね。怖いっすもん。あれ本当に苦手っすね、僕。マジで無理っすね。本当に無理。マジで本当、ゴキブリさんには申し訳ないですけど、でもね、そのゴキブリのテラフォーマーズっていうね、アニメがあって、すごい面白い。映画にもなりましたけど、そう、ゴキブリは杖みたいな。<laughs> テラフォーマーみたいなね。すごい、あれも斬新。あの、ゴキブリを主役にした漫画って、 ってななかったかたらすごかあれすごいなと思いました、ね、うんそうで、そうそう、僕、カイジ好きなんですけど、カイジにもね、こういう名言があって、逆境カイジですね。これは、トネ川等の E カードが終わ,終わって、あの、カイジがね、兵道会長にあの、あの、ゲームを申し込んで負けて、で、そのかけ、かけたものが指をかけたんですよ。なんか、 なんか2000万ぐらい買って、で2000万全部積むみたいなカイジが言うんだけど、兵藤会長が、いや2000万じゃ足りんと。俺と勝負するんだったら億かけろみたいな。いや億なんかねえと。1億じゃそんなお金ねえと。じゃあ指かけると。指一本2000万にしとるわ。しと指一本2000万ぐらいでやったるぞと。だお前が負けたら指全部失うけどいいかみたいな。でカイジが悩むんだけど、やってやるみたいな。まあ、カイジは賞賛があったんですよね。 で、その、兵藤会長もそれ知ってて、その、あ、こいつなんか一生さんあって、追っかけてんだな、みたいな。で、兵藤会長はやっぱ上なんで、その、あの、会事をね、の、それをすり抜けるんですよ。で、か勝つんですけど、で、会事が負けて、で、指一、五本を失うんですよ。で、その時に、普通だったら物乞いするんですよね。あご、ごめんなさい、なんとか勘弁してください、みたいな。 あのー、勘弁してくれみたいな。なかったことにしてくれみたいなね。だけど、カイジはそこでね、あるセリフを言うんですよ。そう。負けを受け入れることが勝者の敗者の誇り。俺は負けをぼやかさないみたいなね。俺はもう、堂々と胸を張れと。負けた時こそ胸を張れみたいな。受け入れて胸を張れ。もはや胸張れみたいな。そう結構僕そこも好きなんですけど。で、これは、まあどういうことかっていうと、 これね、あの、マイナビニュースにもその、なんか、怪児の名言みたいな、んなんていうね。<laughs> あんま、リクナビすげえな、みたいな。リクナビ、イジの名言集もキュレーションサイト作ってんだ、みたいなこう。マイナビってリクルートやってると思うんですけど、多分まあ、ね、ライターさんにお願いしてコンテンツ作ってると思うんですけど、キュレーションサイトでね、まとめてられてますけど。で、そこで、なんかね、その、まあ、このセリフに対して、あの、まあ、こんなね、見解というか、 あの、60代男性みたいな。うん。ビジネスの社会でも同様だと思います。いかに自分自身の行動や考えが間違いであったか、間違いでなくともより良いものが別にあったとか、自,自身の知識や技量のなさを素直に認めることが重要だと感じています。60代、60歳男性みたいな。<laughs> カイジの僕め、いろいろ、ま、トネ川とか、まあ、ほ、兵頭会長の格言とかも、いろいろ格言好きなんですけど、ね、あと、班長の格言とか、ま、いろいろ格言あるんですけど、すげえ好きなんですよ。だからね、福本作品が僕好きなんですよね。なんかいろんなその格言が出てくるんで、まあ、特にカイジは好きですね。だから結構その、 僕はいろいろ勉強してきて生きていく中で、どれだけやっぱ本当に受け入れられるのかっていう、受け入れられる量ですよね。だから、器、人間の器ってあるじゃないですか。で、器って多分、受け入れられる量だと思うんですよ。で、受け入れられる量が大きいのか大きくないのか、それが器の大きさだと思うんですよね。まあそ、それもイメージすればわかると思うんですけど、器が大きければ、受け入れられる量って、 水とかを、そのね、器がすごく大きければ、その受け入れられる水ってすごく多いじゃないですかあ。そういうことなんじゃないかなと思うんですよね。でも多くの人ってやっぱ反発する。わた、なんだろうな。もちろん、百歩譲ってですよ。今回のケースっていうのは、自分は悪いところはないかもしれないじゃないですか。て,てか、ないとは思うんですよ。ないとは思うんだけども、でも、あうん、まあ、すみません。このメッセージをたどると、 じゃこのメッセージを辿って、客観的に僕がお話しすると、じゃあ、なぜそこに、なぜそこに選択したのかっていうね。ここに書いてあるんですけど、なんだろうな。えっ、ー、と、まあ、要は、コムから、コムから、コムから、そう、奥に行ったっていうね。コムから奥に行きましたっていう、その自分の選択があるわけですよね。で、その選択から、その、その選択をしたことによって、まあ、こういう事件に巻き込まれた。 つまり、その選択をしなければ、こういう事件に巻き込まれなかったかもしれないわけじゃないですか。だから、まあ、なんだろうな、学びに変えるんだったら、結局、その、あ、自分はこういう選択してしまったから、まあ、こういうことになったんだな、と。別に、奥に行かなかったら、こうはならなかったかもしれないじゃないですか。でも、それは結果論なんで、何とも言えないんですけどね。だから、どう受け入れるのか、どう解釈するのかによって、なんか、いろいろやっぱ変わるんですよね。だけど、それが、 解釈の仕方だったりとか、横に展開できなかったりとか、受け取りができない場合は、何ですかね。まあ、ね、その人が悪い、俺は悪いになるわけじゃないですか。かそこからなんか、その発見とか学びとか、気づきとか、そういうのはないし。うん。ただまあ、そういうのもオーガして、最終的には、感じるっていうね。学びではなく、もはや感じるっていうところまで行くと、 なん,かなんか要はそこまで行くとどうなるかっていうと気にならないってことなんですよねいちいち気にしないってことなんですよでなんかその生きていく上でつ辛い何で辛くなるのかっていうと気にするから辛いんですよ、うん、なんか嫌われる勇気ってああ僕まあそれも勉強しましたけどもなんで人はその生きづらいのかっていうとそもそも嫌われるとか好き何すかねもっと嫌われる勇気の上を 言ってしまうと、そもそも論として人はなんで辛いのかっていうと、気にするんですよね。嫌われることに気にしてるとか、嫌われるという概念の中に入ってるとか、好きになってもらうという概念に入ってるというか、なんかその世界観で生きてるから、あれなんですよ。で、僕は、一級さんがほんとすごいなと思うんですけど、一級さんがね、気にしない気にしないみたいな。<laughs> ひとまず休もうぜ、気にしない気にしないみたいな。一級さんってね、あとなんかね、すごい人ならしいんですよね。 うん、なんかその、なんか昔のアニメで、あの、虎をトンチでとらえるみたいなね。なんか一休さん昔アニメで見てたんですけど、なんか虎をなんか、なんか見たことある人いると思うんですよね。虎を捕らえましたみたいな。どういうことだみたいなね。そう、なんだっけなあれ、オチは。うん。なんか一休さんってすごいんですよ。で、そのなんか一休さんって本当にすごい人らしいんですよね。ちょっとその一休さんのすごさを僕はちょっと情報量がなんかあんま伝えられないですけど。<laughs> なんかすごい人らしいんですよね。 だけど、アニメでなんかラフに描かれてるんで、なんかあんまり伝えられないですけど。でもなんか気にアニメで描かれてた気にしない気にしないピン、なんか、なんかそのベロでね、ベロで確か、ベロ、指でベロで舐めて、そう、チン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 ポーンみたいな、な出てくるみたいなトンチが出てくるみたいな。なんかそのセリフ、さ、なんか最後のエンディングだったかな、なんかで気にしない気にしないみたいな、なんかあったんですけど。 うん、なんか、その無駄にその気を使う。だから、人間って気、エネルギー、気、まあ、そのなんだろうな、元気玉とかね。まあ、ドラゴンボールでな気ですよね。うん。なんかそういうのってあるんですよ。で、その余計な気、エネルギーを使うから、そこで HP をどんどん消費するんですよ。だけど、なんか悟りの境地というか、何すかね。なんかそのドラゴンボールで言うならば、スカウターに反応されないっていう。 スカウトにま、スカウターに全く反応が出ないみたいな。などういうことだみたいな。で、いきなり気を、いきなり、その気をコントロールできると、いきなりスカウター爆発するみたいな。ね。何戦だったか、何だっけな。な、なんかの、一番多分最初のらへんなんですよ、ドラゴンボールの。いきなり、あの、スカウターが測定不能で爆発するみたいな。なん、何が起こったんだみたいな。戦闘力上がってるみたいな。みるみる上がってるみた,みたいな。ばーみたいな。 そう。気をコントロールできるようになると、すごくいいと思うんですよ。でも、多くの人っていうのは、その、余計なとこにエネルギーを使ってしまう。気を使ってしまうから、その、なんだろうな。どんどんパワーがなくなってしまうって話なんですよね。でも、それを気にしなくなる。うんってなると、まあ、テントウムシが腕になんか、こう、なんだろうな。うん、いるなっていうね。へー、みたいな。ふー、みたいな。 お,お前もなんか頑張って生きてんなと。うん。頑張れよ、みたいな <laughs>。で、それをなんか否定してね、なんか気持ち悪い、みたいな。まあちょっとゴキブリは無理なんですけどね。<laughs> うわーみたいな。うわーうわー最悪汚い気持ち悪いみたいなね。うわーってなると、エネルギー消費するじゃないですか。でも、はーうん。うん。仲良くやろうぜ、みたいな。 まあちょっと、ちょっと申し訳ないなみたいな。ちょっと俺、用事あるからちょっと違うところを言ってくれるみたいな。うん。ちょっと、まあな、なんかありがとうね、みたいな。な、なんか休憩したかったのかなみたいな。<laughs> うん。まあこれちょっと難しいですけどね。うん。まあ僕も言、こう、言葉で言ってますけど、やっぱ人間なんで、まあ僕もこういう状況になったら、 実際に足が蹴られて痛いわけですから、その痛いっていう事実はあるので、そう感じれるかっていうと、痛いは痛いんでしょうがないですけど。<laughs> だけど、これも、今は痛いけど、10年後痛いのかっていうと、人間ってなんかすごいなと思うんですけど、昔そのガキの頃とか自転車乗ってすり傷ついて、結局その蘇生するじゃないですか。 あの、血は流すんだけど、それがかさぶたになって、かさぶたが、取れて、かさぶたが新しい肌をそせあの、作るじゃないですか。だからずっと血流してるわけじゃないじゃないですか。かこれも人間ってすごいなと思うんですけど、そ、あの、再生力みたいなのありますよね。だからその、今は痛いけど、じゃあ30分後痛いのか、1時間後も痛いのか、じゃあ1週間後も痛いのか、1年後も痛いのか、10年後も痛いのか、100、100年生きてるかわかんないけど、<laughs> なんかそれって、まあ、 なんだろうな、本当に大事故で、後遺症が残るとかだったらちょっと別かもしれないですけど、その、まあ、蹴られたっていう、あざがちょっとできたっていう、じゃああざはずっと一生残るあざだったのか、蹴られたあざはずっと一生残るのかっていうと、多分、すん残らないあざだとは思うんですよね。だからそれをなんか、大きいスパンで受け入れられるかどうかっていうところですよね。目先の今で見たら痛いんだけど。うーん。そう。 ま、なんか、ま、難しいですけどね。痛いんで。<laughs> ゴキブリはきついんで。ゴキブリを発見したときなかなか寝れないですよね。こう、退治するまで、ね <laughs> う。なんかもう、うこなんか寝てるときにゴキブリがこの顔面をこう通ったらどうしようみたいなね。僕考えちゃうんですけど。<laughs> すげえ臆病なんですよ、僕。本当ね、ゴキブリ見たら、見たし、見ただけでその脳裏からゴキブリがもう、 なんかその寝てる間にゴキブリがここ通ったら、え、その、こ、米のところに入ったら、米つ、米びつあるじゃないですか。まあ、入りようはないとは思うんですけど、なんかいろんなところにその買い替えするわけじゃないですか。なんかそういうのいろいろ考えると、うわーってなって、退治するまで寝れないですよね。もう本当にゴキブリ、だから今はね、ゴキブリを一年見なくていいっていうなんかあるんですよ。 もうゴキブリを見なくていいっていう、なんか、俺にドストレートのキャッチコピーだろうなと思って、すげ買い占めたんですけど、1年間ゴキブリを見なくていいみたいなね、ドストレートのキャッチコピーやんみたいな、このキャッチコピーあ、あうまい、1本みたいなね、もう見たくないですよね。<laughs> 1>, <laughs> 1年間見ないっていうね、キャッチコピーすげえうまいなっていう、それも違う視点で見ちゃうんですけど。 はい。まあ、いろいろ申し上げましたけど、まあ、まずは、ま、考え方を変えて、まあ、まあ、大きく言うと受け入れるって話なんだけども、まず考え方を変えて、それを、ま、あの、プラスに転換する。で、それをもっとオーガスしていくと、まあ、そもそも気にしなくなっていく。感じ、感じるどのように、どのように考えるかではなく、どのように感じるか、みたいな話ですね。うん。やっぱ、 そうすると、考えるってすげえ脳を使うってすごいエネルギー。これも脳を使う、脳を動かすってすごいエネルギー、パワー使うんですよ。だから、うん、確かにその考え方を変えるっていうのはすごい良いことなんだけども、でもパワーをめちゃめちゃ使うわけですよね、考えるっていうのは。だけど、それを感じるふーん、みたいな。へー、みたいな。うん、なんかね、さっきイメージ、イメージでしかちょっと伝えられないけど、あ、テントウムシさんこんにちは、みたいな。なんかちょっとお,お腹空いたのかなー、みたいな。 ちょっとごめんねみたいな。ちょっとあっち行っててねみたいなうん。で、そうすると、なんか、うわうわ虫嫌い、うわうわ最悪、汚いわみたいな。よりかはパワー使わないわけじゃないですか。うん。そう。だ僕たちが生きてて辛いっていうのは、いろんなところにパワーをね、消費しちゃってるって話なんですよね、多分。うん特にその現代社会っていうのは、 き特に日本なんかは、気を使うっていう言葉があるとに、気をめちゃめちゃ使っちゃってるんですよ。余計なところにね。気を使うっていう言葉自体があるし、いろんなところにね、会社行ったら、人間関係に気を使うわけじゃないですか。上司に気を使うし、どうですか、社長に気を使うし、ね。いろんなところに気使いますよね。だからそれで疲れちゃうんですよね。 だけど、だから本当にまあ、この L の部屋っていうのは、自由な、自由に生きるためのコツ。自分が自由な人生を生きるためには、できるだけその気を、自分のエネルギーをあまり消費せず、そのフラットでこう、なんか生きていくっていうのも大事だと思うんですよね。自由にこう生きていくためには。あんまり気を使わない気を消費しないうーん。そう。がまあ、感じるみたいな話ですね。うーん。 考えるってなると、すごいエネルギー使うんですよね。うん。まあ、ちょっとすみません。難しいかな今回のは。うん。まあ、僕も言っときながら、まあまだその、神の領域まではちょっと行ってないんですけど、多分僕がゴキブリさんを、あ、こんにちはって、君も生きてるんだねと。なんか頑張って、早いね、みたいな。すごいね、なんでそんなに早く走れるのみたいな。 そういう感じ、感じ出たら結構神にいけると思います。だって自分が一番嫌いなんだもん。自分が一番嫌いなものをそういう風に感じることができるんだったら、結構領域高いですね、もう。ブッターの世界ですね、ブッター <laughs>。でもブッターもどうなんだろうなブッターもゴキブリ、 多分ブッダも、うわーなってるかもしれないですね。ゴキブリ見たら。うわーみたいな。なんか、悟りの境地ですと言っときながら、ゴキブリ見たい瞬間、うわーみたいなね。うわー勘弁してくれーみたいなね。僕、ゴキブリ怖いんです、実はみたいなね。<laughs> なんか、ブッダで悟りをね、解いてるんだけど、悟りを解いてるんだけど、その悟りを解いてる神も、ゴキブリには弱かった、みたいなね。<laughs> で。も、それも、結局、まあ、それは、間密夫ですよね。 君も結局人間だね、みたいな。結局君も人間だものね、みたいな。悟りをこう提唱してるけど、君も結局人間だもの、みたいなね。<laughs> そうだ、人生だもの、人間だものっていうね。相田水夫さんの言葉は結構すごい、なんか、すげえまとめてる。全部を統括してまとめやがったな、とは思うんですけどね。うん。はい。 ということで、いろいろ申し上げましたけど、参考になる部分があれば参考にしていただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。